はい、本日ですね、11月7日、日本時間で、11月7日、18時です。まあ、現時点で、バイデン候補の、ね、最新のスピーチ、アメリカの時間では11月6日ですね、まあ、最新のスピーチを即興同時通訳してみたいと思います。それでは参ります。皆さん、こんばんは。アメリカ国民の皆様、こんばんは。現時点では、ね、最終の勝利宣言をするわけではあります。しかし、この開票を進めば、その結果として我々が勝利を収めるということは明確であります。24時間前、ジョージアでは我々はリードを奪われていました。しかし、逆転して、ジョージアで勝利を収めようとしています。ペンシルベニアでも同じであります。アリゾナ、そしてネバダ。ここでも、ネバダでは特に、ね、今までのリードを2倍に広げようとしています。選挙人団、そのマジョリティを勝ち取ろうとしています。We've gotten over 74 million votes. 7400万人という、ね、歴史上かつてない数の得票数を我々は獲得しようとしています。今までのこのアメリカの歴史上、このような多くの票を獲得したことはありません。そしてドナルド・トランプが400万という、ね、得票差をつけて、ますますこれが広がろうとしているところであります。アリゾナでは24年ぶり、そしてジョージでは28年ぶりに民主党が勝利を獲得しようとしているところであります。ペンシルベニアでは、ミシガン、ウィスコンシン、で、これはもう我々の心臓部に当たるわけでありますけれども、テレビで、ね、開票プロセスというのはね、知事として進みません。知事として進まない。しびれを切らしている皆さんもおられると思います。しかし、ここで大事なのは、すべての人の声が聞かれなくてはいません。これ投票という形で意思を表明して、この意思が拾われなくてはなりません。宗教、人種の格差の違いはなく、すべての人の声が聞かれなくてはなりません。これが民主党の根幹であります。民主主義の根幹であります。我々は多くの困難に直面しております。コロナウイルス、気候問題、経済問題。しかし、これは我々一致して、これに立ち向かっていかなくてはなりません。そういう時なのであります。我々はもう手をこまねいているわけではありません。もう早速この仕事に取り掛からなくてはいけません。昨日、ハリス上院議員、国大統領府と我々の直面する問題について話し合いました。このコロナウイルス、これでこの犠牲者がもう急激に上昇しています。1日に20万人が感染しています。そして24万人の命が奪われました。このアメリカ全体で、この家庭で24万人のアメリカ人の命が奪われたんです。消え去ったのです。この心の痛み、これを思うたびに本当に心が痛みます。しかし、我々は皆様と共にあります。この心の痛みを持って、しかし前に進んでいかなくてはなりません。我々は常にアメリカ人の皆様と共にあります。今までは多くの命が失われました。しかし、我々はこれから命が奪われることを防いでいきます。我々の政策で防いでいきます。2000万人の職が失われました。そして、うちを失いました。国内に直面しています。しかし我々はこれを乗り越えます。冷静に、そして我慢強く、
私たちは前に進んでいきます。建国以来244年、我々は民主主義を培ってまいりました。そして今、またこれを証明する時であります。これが崩壊するということを私は断固として阻止します。すべての人たちの声は聞かれなくてはなりません。開票はなされなくてはなりません。我々はお互いに激しい意見の対立があります。それは健全なことであります。しかし、この意見の対立を超えて、一致団結して国難に立ち向かう。我々はその場面に、その局面に立っているわけであります。対立を超えて克服して、そして正義を遂行します。意見の対立はあります。しかし、我々は敵同士ではありません。我々はアメリカ人なのであります。アメリカ人として一致団結してこれから前に進んでいく。その先頭に立つ。その任務を私は精神正義を持って進めていきます。意見との違う相手をあくまでに仕立て上げて敵視する。こういうことはやめましょう。今はそういう時はありません。意見の違いを超えて相手の意見に耳を傾けるということです。なかなかこれは難しいことであります。私に反対する人がいます。投票しなかった人がいます。しかし我々はその人たちのためにも尽くします。これ強い決心を持ってこの仕事に向かう国難に立ち向かう。これは私は誓います。今我々はお互いに敵視して戦う時ではありません。未来に向かって明るい未来を築いていきましょう。この子供たちのために素晴らしい未来を残していきましょう。21世紀素晴らしいアメリカを築いていきましょう。我々はアメリカ人一つになって前に進んでいきましょう。我々が一致団結すれば乗り越えられない困難はありません。神の恵みが私たちにありますように。ジョー・バイデン、ね、前副大統領が、ハリス副大統領候補と一緒に降りていきました。これは昨日の、そうですね。彼のその残念な気持ちとか、彼の怒りとか、そういう感情を吐露しました。バイデンは、ね、自分の気持ちを熱い気持ちを述べました。しかし、この開票が進めば、もう我々の勝利を確信していると。そう、バイデン氏は述べました。7400万人の得票を集めた。これは歴史上ないことである。そういうことを、彼は述べました。しかし、これはもう、アメリカ人が一つになるときであります。敵意を乗り越えて一致団結するときだと。そういう強い気持ちをバイデン候補は表明しました。しびれを切らすような言葉を使いましたけどね。開票が実施して進まない。しかしもう我々は勝利を確信していると述べました。バイデン候補ですね、具体的な問題ね、コロナとかね、述べましたけれども、ジョージア、アリゾナ、ネバダ、ここで勝利を収めたということを述べました。しかし、ここで注目すべきですね。この志の気高さですね。個別の問題、コロナとかね、個別の問題ではありませんが。しかし、この民主主義、我々一致して進めるとね、そういう大きな目標を、ね、述べたということが本当に心を打たれました。
このジョー・バイデンというのはリベラルの一角ですけどね、アメリカ人全体のことを考えてるね、敵も味方もないと、そういう意思を明確にしたっていうところが私は本当に心を打たれました。いや、本当にそうですね。政治の目的というのは、まあ、敵対することではない、戦争することではない。しかしこのアメリカ人全体の代表としてこのアメリカを代表していくんだね。そういう強い意志を表明してくれました。本当に私はこの心を打たれました。I did think it was also notable. We were discussing this earlier in the day. You know, Joe Biden is president also because the liberal wing of the party stuck with him. リベラルの代表としてやっています。You heard him refer to that today. He said this was a mandate for action on the coronavirus, on climate, コロナの問題にも立ち向かっていきます。これ人種差別にも立ち向かっていきます。Those are all big picture priorities for。しかしこれはすべてデモクラシーをこう推進していく、アメリカ全体としてこれを追求していくんだと、そういう強いメッセージを私は感じることができました。はい、以上です。